こんにちは、コストコガイドの浜美です。毎週コストコに通う私がコストコの商品をレビューします。今回ご紹介するのは2019年のコストコで売っていたハンディファンです。こちらはアイリバーというメーカーが作ったものになります。2個セットでお値段は2598円。開けようと思うんですけれども、結構ガッチリなってて開けづらいです。どうかな、開けれるかな。開封後の感じがこういう感じになってます。開け口がなかったので、ハサミでチョキ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 っていう風に周りを切って、ゴリッとちょっと半ば強引に出しました。でもしっかり包装されているので、持ち帰る時とかにパカッと蓋が開いてしまうっていうことはないと思います。ハンディファンが2本入っていて、ケーブルも2本入ってます。開けてみると、ちょっと電化製品特有の香りはするかなと思いますが、電化製品っていう香りです。こちらの製品はアイリバーという韓国のデジタル機器を取り扱う会社が販売しています。企業は韓国ですが、製造元は中国です。側面に充電を挿すところがついていて、付属のこちらの線をつけて充電することができます。この先はパソコンにつけたりとか、 USB がこうやってつなげる、こちらは自分のお家で用意していただくんですけれども、こういった感じでつけて充電することもできます。外径のサイズは22センチ×10.4センチ、本体の重さは 186g ですね。重さは感じるんですけれども、手で持ってる分には攻撃的に重いという感じでもないです。充電電池はリチウムイオンの蓄電池で、充電時間は約1時間50分。こちらはこのボタンを押すと、1速、2速、3速って3段階の風量が調節できるようになるんですけれども、1段階の風速であれば連続で約7時間20分使用することができるようになります。でこちらなんですけど、風を送る電源はこちらでブーっていう感じなんですけれども、ここですね、ここのボタンを押すと光が4つマックスでつくようになっていて、この光が 25% ずつの電池残量を表しているので、押してみて今光が3つなんですけれども、残り 75% の電池残量ですよということになります。すごいことに、こちらはここのボタンを押しながら、よいしょって押すと、こちらですね、なんと携帯のバッテリーにもなっちゃうっていうのがすごいです。この外したところに USB をつなぐケーブルがあるので、付属されている USB のケーブルをつなげて、これですね、ここをタブレットだったりとかスマホに挿すと、あと充電ができるっていうのもすごく便利です。こちらは iPhone とかに使えるタイプではなくて、タブレット、 D タブとかの、デジタルカメラとかに挿せる部分になるので、 iPhone だったりとか iPad を充電したいよっていう方は、別にこういったケーブルを準備する必要があるかなと思います。
ちらを挿したまま使うこともできるんですけれども、この本体に差し込み口があるので、こういった感じでこちらをパソコンにつけたりとか、こうやって充電してそのままジューッと使うこともできます。さらにですね、これでもギュッて押すと、このように折りたたんで置くことができるので、勉強しながらだったりとか、パソコン作業している時のお供にもなるかなと思います。ただこちらはこういった折りたたんだ状態ではここに滑り止めがついていて、しっかり結構固定されるんですけれども、ここに折りたたんだ状態だとここが安定しなくて、結構こうやってぐらついてしまうので、卓上で使う時にこういった角度をつけて使いたいなっていうのはちょっと難しいかなと思います。うまくバランスを保てれば使えなくもないかなと思うんですけど、こういう感じで倒れてしまうので、基本は折りたたんだ状態で卓上に置いて使うという感じになります。ここの風速を変えるボタンで1回押すと1段階の風という音を聞こえますかね。でもう1回押すと2段階の風、ちょっと音が強くなりますよね。風も強くなってきます。3回押すと3段階目の風速になって、より強力、これがマックスの風量になります。4回目を押すとファンが止まります。基本はここを押せば電源が入ったり切れたりっていう、そういう感じになって、ここは電源というよりは電池の残量を見る感じのボタンになります。なかなか風速のことを口で話しても難しいと思うので、今日は、我が家の助っ人に風を感じていただきたいと思います。我が家の3番目の子供のメルさんになります。メルさん、よろしくお願いします。ということで、このメルさんに風を感じていただきたいと思います。コストコで買ったアイリバーのハンディファン、1回目の風速になります。メルさんの髪の毛の動きに注目してください。いきます。1回目ふわーっと、ちょっと柔らかめに風が駆け抜ける感じですね。では2段階にしていきます。明らかに1段階の風速よりも、ね、髪の毛がふわーっとなっていますね。ちょっと頭皮まで見える感じです。で、最後の最強風速3速目にいきます。ふわーってちょっともう反転みたいな感じになって、夏でも満足いただける風量かなと思います。私は今回ハンディファンを買ったのが初めてなので、他の製品と比較ができないんですけれども、結構ネットでよく調べてみると、やっぱり100均だったりとか300円台で買えるっていう扇風機よりは力強いよっていう口コミが多かったので、ハンディファンの中では、まあ、満足してもらえる風量なのかなというふうに予測されます。こちらの商品は、8月の27日にコストコで購入したものなんですけれども、実は、1回売り切れてしまって、再入荷という形で入ってきた商品です。ちょっと夏の終わりに買うのもどうかなと思ったんですけれども、ちょっと暑さが強かったりとか、子供が激しく欲しかったりっていうこともあって、こういった商品をレビューするのも面白いかなということで購入してみました。ひょっとしたら売り切れてる店舗もあるかもしれませんし、夏の終わりなのでタイミングが良ければ値下がってることもあるかなと思う
かなと思うので、また気になる方はコストコに行かれた際にぜひご覧ください。涼しい夏が過ごせます。残暑も厳しいので、まだまだ9月も活躍できるかなと思います。以上、コストコの2019年夏の商品、アイリバーのハンディファンの紹介でした。私はコストコが大好きすぎて、コストコのお得商品や保存方法、裏技テクなどをちょっとマニア的にブログで発信しています。Twitter や Instagram でもコストコのお得情報を発信しています。URL を概要欄に載せておきます。ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録をしていただけたら励みになるので、すごく嬉しいです。よろしくお願いします。では、バイバーイ。